さあ続いて GT300 クラスが今メインストレート、シグナルが変わりますとレースがスタート。グリーンシグナルに変わった GT300 が日立アステモ試験員を立ち上がってくるんですが、4号車と55号車がサイドバイサイド、4号車が前、後ろに55号車というオーダー。先頭はカーナンバー10番タナックスゲイナー GTR、 2番手には244号車、3番手には88号車というトップ3。さらにここで早くも1回目の給油作業を行うのか、カーナンバー52番の埼玉トヨペット。 GT300 クラストップ争いが接近してきました。カーナンバー10番の大草力、昨日は幻のポールポジションから正真正銘のポールを取ったんですが、レースでは先行を許してしまった。今ダンロップコーナーの上り区間で10号車はトップを明け渡してしまいました。 GT300 トップ入れ替わり。これは GT300 の今トップ3はガチでドライバー交代、給油作業、そしてタイヤ交換。しかしピットを入っている間に1回目のピットストップを終わっているドライバーたちが今ここで順位を上げていきます。おお、そして GT300 の裏トップ争いの3台で変化があるか。2号車と4号車がサイドバイサイドヘアピンだ。4号車の片岡前、そして後ろから2号車の堤、4号車の片岡が2号車を捉えました。また順位を盛り返しています、グッドスマイル。おお、そして裏1位争いが一気に変わっている。カーナンバー4番の片岡達也が ARTANSX を捉えました。 GT300 クラス、さあ正真正銘のトップ争いはカーナンバー4番のグッドスマイル初音ミク AMG の片岡達也がなんと西コースで ARTA の NSX を捉える。片岡やる。さあ4号車谷口信輝頼んだぞ。グッドスマイル初音ミク AMG、 あー、クラッシュだ。 130R、 これはまずいぞ。セーフティーカーかフルコースイエローか。カーナンバー244が 130R でクラッシュ。さあそして今 GT300 はカーナンバー56番の後ろからカーナンバー10番の富田雄一郎がジョアオ・パウロ・デ・オリベイラを捉えようとしている。さあそして10号車の富田雄一郎が 130R で JP を捉えた。これで表彰台圏内見えてきました、カーナンバー10番。さあ、おい、そしてちょっと待ってくださいよ。今カーナンバー4番のグッドスマイルの後ろにカーナンバー10番の GTR が2人張り付いてるじゃないですか。 GT300 のトップ争いがここで追いつかれたか。グッドスマイル追いつかれた。さあそしてカーナンバー56番の JP でオリベイラ、うわー、 JP これで無事だったの。 JP 無事。カーナンバー4番グッドスマイル初音ミク AMG 谷口信輝、2番手の今富田龍一郎には1秒9ぐらいですかね、差を広げている。3番手には武藤秀樹の ARTA、 どう、 ARTA の55号車ストップだ。武藤が止まっている。最後は谷口信輝に締めくくり。そしてここまでまさに劣勢だった AMG のカーナンバー4番グッドスマイル初音ミクが久しぶりの勝利のチェッカーを間もなく受けます。前回の第4戦のリベンジを果たした優勝のチェッカー、4号車おめでとう。4号車グッドスマイル久しぶりの勝利。谷口選手、片岡選手、右京監督おめでとうございます。